はい、すみません、さよなら、こんにちは。はじめに、こんにちは。はい、本日はね、もう9時からのスタートということで、今日はね、弟をとことんといじめていきたいと思います。もう皆さん、こちらの動画を覚えてますか？それは覚えてるよね、忘れることはできません。もうね、僕なんてね、もう2、3日一人でお風呂に入ることができませんでした。そんな気持ちを弟にも味わわせるために、この企画を考えてきました。というのは、本日は誰もいない朝のジムから怖い声が聞こえたら、弟はどうするわけでしょう。はい、ということで今日は誰もいないはずシリーズでございます。もう皆さんやばいですよ。今日もとことんとやっていきますよ。実はね、今僕弟のお家に勝手に忍び込んでおります。はい、僕もね、鍵を1個持ってるんで勝手に入ることができるんですよ。まあお家といってもお部屋ではなく、もう見てわかるようになんか調子の出るシアターでもまあ置いといて、はい、フィットネスルームの目の前にいるんですよ。フィットネスルームにこの後ね、弟が来るみたいです。この後ね、MLA ハウスで撮影があるんですけれども、撮影前にさっき LINE 来て、俺ちょっとジム行ってから撮影行くわみたいな感じの LINE をもらったんですよ。はぁ、お前ふざけんなとはね、なんか心の中では思ったけど、まあ LINE では分かったよ、頑張ってね、待ってるね、家でみたいな感じで LINE を返しました。でもね、そう簡単にはね、お家でね、もう本当にのんきに弟がね、帰ってくるのを待つわけにいかないですよ。なんかまた上から降ってきそうですよ、皆さん。うわ、本当に降ってきました。僕ってすごーい。ということで、こちらでこの前動画にも出たこのスピーカーを、今からね、弟がジムに入る前に先に僕が入り込んで隠していきます。で、この中から怖い怖い声が聞こえてきたら、一人でね、体を動かしている弟はどうするのか、皆さんで一緒に見ていきたいと思います。それではね、まだ皆さん見たことないと思うんで、一緒に一回確認していきましょうか。ちょっと待って、僕も実はこのマンションのフィットネスルーム初めてなんですけれども、思った以上に怖かったです。こちらがフィットネスルームでございます。やばくないですか？もうあいつしばらくジムには来れないよな。真っ暗ですよ。いやー、すごいよこれ。電気とかだ、電気、あ、ここだ。うわ、すんごい、いきなり雰囲気変わった。いくよ、もう一回。うわ、電気も消したいけど、そしたらバレるんだよね、中についてるんで。おい、まあ結構おしゃれなね、ちょっとランニングマシンがございますね。はい、本日はね、こちらで弟がね、ランニングしてる時にこちらのスピーカーを使って怖い怖い音声を流していきたいと思いました。で、あいつがね、先にやるのはいつもこちらのね、まあマシンを使って腹筋をね鍛えるトレーニングでございます。こちら終わらせてから大体あいつはね、こちらのランニングマシンに乗り、まあランニングをするんですけれども、その際に流していきましょうか。どこに隠そうかな。どうしましょう。ゴミ箱の中とか面白そうだけど。さすがにね、やめとこう。ここの裏とかどうかな。ここの裏とかどうかな。どうしようどうしよう。あ、このマットどうですか皆さん。いいんじゃない？このマットにこうやってかぶせて、なんかここにこうやって置くとさ、ゴキブリを取る黒いやつみたいじゃない？わかるっすよ、わかるね。はい、ちょっと、こんな感じどう？あいつこのマットのね、エリアは使わないんで、絶対に気づきませんね。皆さん、隠しカメラとスピーカー設置し終わりましたよ。それではもうまもなく弟が来ると思われて、皆さんに一緒に弟の反応楽しんでいきましょう。
皆さん、まもなくランニングマシンに乗るみたいです。早速ちょっと準備していきましょうか。それでは皆さんと一緒に数えていきますよ。怖い音が鳴るまで10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Come on。 女の子の声が鳴るまで3 2 1 Come on。誰もいないはずのジムから怖い声が聞こえたらどうするのか。お疲れ様でした。聞いて心臓の音聞こえる。心臓の音聞こえない。お前ふざけだからだよ。お前が悪いんだよ。ここのジムマジ怖いって。お前、いやマジ俺も初めて来たけどマジで怖かったね。電気消えてる時だ。仕返しはダメだってお前。いやお前が悪いんだよ。そもそもね、撮影前になんかふざけたね LINE を送ってくるお前も悪い。何が今からジム行ってから撮影行くだよ。というのと、この前のねお風呂でのあの恐怖をお前にはね味わしたかった。やっべえお前、ジムよりもお前いい運動になった。当たり前だろう。だからお前のね運動のためにやってあげたことということで、もう皆さんね今日もね最後まで見てくれたから、はい、ありがとうって言ってみんなに、はい、マジもう俺来れなくなるって一人で、ね、お前次から俺ジム行くときお前一緒に来いよ。オープニングでちゃんと言った。エネスはもうしばらくジムには一人で来れませんって言った。大丈夫よ。はい、ってことになりました。これ一緒から通ってたのでお客さんよろしくお願いします。よいしょしょ、まあお前面白いな、自分でやられて自分で切るって笑ってやるよ。えお前うちの家にも設定したのかよ。助けて。はい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 、こっちもですね。はいはい、ここにいるよね。はい、ずらさないよ。どうした？俺何もやってないよ。早くスピーカー消せ。いや、うちの家にやってないって。え？うちの家にやってない。俺やったのジムだけ。このジムなんかお前物騒だと思ってたら。おい、バカバカ、おい、バカねえじゃねえかよ。バカバカバカ、マジで無理、これ俺じゃない。逃げよう。お前どうすんだよお前これ。とりあえず一回カメラ置いてから逃げようか。お前みんなには言うなよ。お前ガチでこいつら呪われたって思われたくないからお前。でも俺持ってカメラ言うことになっちゃうからこのままで。おいお前早く切れよ。お前どうすんだよお前これ。お前呪われたじゃねえかよ。お前これ呪い人形だ。呪い人形だよ。